ドミナントセブンスの、重ね方 D マイナーセブン G セブンといった時の G セブンで7、9、3、13という押さえ方、この形を覚えたら7、9、3、13、この形を7、9、3、13、サークルオブフィフスで置き換えます。最初はゆっくり7、9、3、13、7、9、3、13というのは7、1、3、5というコードの4和音が分かっていれば7、1、3、5の形で押さえて1、5、2にして半音2つ目、5を半音2つ目の13にする、6にする。で F の場合は Bb7これもゆっくりこのように探していって、もう形が7っていうのが裏コードになって、結構こういうかっこいいイコールのサウンドでベース音が変わるってかっこよくなるっていう。でこのサウンドがシャープ9サウンドですけど、3フラット13 7シャープ9という押さえ方になります。でこの押さえ方をは G7 と全く同じなので、基本的には押さえたことのある形でこのようなサウンドにもなると。なので C7 からいきますと、 C7 で9、13、12、3、4、5、6、シャープ4の音程の関係なんですけど、ハーモニックと6つ、G7 のフラット13とシャープ9になります。フラット13、シャープ9のサウンドを、練習するときは一応この形だけで覚えるんではなくて、あ、そうそう、こうしましょう。半音で下がっていきます。C7 B7 E フラット7 A7 C フラット7 9、13のサウンドで半音で下がっていきます。これを半音で下がるんですけど、こっちがサークルオブフィフスの順番でいくと F7 のシャープフラット13シャープ9のサウンドになります。なので形として右手の形はこのさっきやったままなんですけど、左手だけがという順番でいくと、こういうふうな、でこれの逆バージョン
7のフラット9シャープ9のサウンドから B7 のナチュラルテンション、 B7 のオルタードテンション、ナチュラルテンション、このようなサウンドは結構よく使われる、ファンキーな曲とかに結構よく使われるので、このサウンドも練習してみたらいいと思います。